はい、こんにちは。沖縄おばばです。えっ、ー、と、洋服から塗れました。こんな感じになりましたね。どうでしょうかね。まあまあでしょうかね。はい、それでは、えー、この子の羽をこの2本で、えー、塗ってみたいと思います、えー。ちょっと、なんていうのかな。エメラルドグリーンの薄いような感じの青と、あと、本当に薄い水色ですね。この2色で塗りたいと思います。 これね、後で、あのー、羽自体に、なんていうのかな、白白で模様をつけたいと思います。なんていうのかな、この、えー、ごめんなさいね、なんていうのかな、口癖で。えー、羽自体にね、なんか、トンボの、なんか羽ってちょっと、なんか、模様っていうかあるじゃないですか。ああいう感じにしたいんですね。なので、ちょっと透き通った感じの羽に、ちょっと白で模様を描いていきたいと思います。 これね、羽根の下もあの色つけてます。ちょっと透き通って、下の色が透けて見えるような、そういう雰囲気になればいいなと思います。大丈夫でしょうかね見えますでしょうかね。ね、ここは、ちょっと濃くして、濃いところとね、ちょっと薄いところを作っていきたいと思います。 こう透けて見えるようなね、感じになってくれるとほんと嬉しいです。はい。次はこちらのね、この色で中を塗っていきます。これもね、本当にあのー、ざっとでいいです。後でね、白で模様を入れてしまうので、えー、あんまり濃くならなくてもいいです。本当に、こう、ひたつ軽めに、えー、さささっと塗って仕上げる感じにしてください。えー、私もね、ひたつちょっと、 強いんですよねなので、えー、そこら辺の筆圧のこう研究はしがいがあるんですけどねこういうふうにどうでしょうねこういうふうにさささっ、ね、サササと塗ってねさささっと塗ってね羽を。 いいですね。やっぱりこう重ね塗りできる色鉛筆本当にいいと思います。これね、コリンは安,安くてもこう、重ね塗りができるんでね、気に入って使ってます。やっぱね、どんなに高い色鉛筆でもね、重ね塗りできないとちょっとね、困りますからね。はい。ちょっとね、ここら辺はちょっと調整していってください。 どうでしょうかね。こういう感じで、この4枚を塗っていきます。えー、それでは皆さんまたできたらアップしたいと思います。えー、次はですね、えー、ちょっと細かい部分、こういう、あの、魔法の杖かなあと、この靴の部分とか、えー、背景に入る前にちょっと細かい部分を塗っていきたいと思います。はい、それでは皆さんまたごきげんよう